地元チューバーまだまだここから。次のコーナーはデジプラコレクション丸ごと鉄道お披露目会でーす。はい。ではタキピー、早速次のゲストをお呼びしちゃいましょう。お願いします。はい、ではですね、次の方は、デジプラコレクション丸ごと鉄道のプロデューサーの、スズピーお願いいたします。あ、スズピー、はい、はい、どうもハチディの後やりづらいですねこれね。そうですかね、めちゃくちゃ嫌だ、めちゃくちゃ嫌だ、はい、そうですかね、はい、いろんなところで空気が読めてるんだか読めてないんだか分かんないようなね、こう核弾頭並みの破壊力がありますからね彼はね。うん、さっきあんなに可愛がってたのに。さてさて、はい、では可愛がり、はい、スズピーの自己紹介をお願いします。はい、はい、G モードでプロデューサーをやってるスズピーと申します。本日はよろしくお願いします。お願いします、はい。よろしくお願いします。はい。はい、ではですね、本日ついにあのプレイヤーブルが初お披露目ということですけども、スズピー今のお気持ちはどんなところでしょうか。はい、やっとこの生でお披露目できるところまで持ってこれたなっていうのも率直な、はい、感想で、あ、まあ、今もまあリリース直前でまあバタバタしてますけど、なんとかここまで頑張れたっていうのはすごい嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、デジプラコレクション丸ごと鉄道のまあ初お披露目の前に、あのそもそもこちらがどんなアプリなのかっていうのをご紹介いただいてもいいですか。はい、こちらもあの先日もう公開したものなんですけど、ムービーがありますので一度そちらを見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ムービー、はい、はい、ではどうも、はい、こちらです。はい、ご視聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、このような形でですね、あのプラモデルをパズルのような感覚で作るプラモモードと、その作った電車を車両をあの配置できるレイアウトモードっていうのをメインに作っているようなアプリとなります。はい、なるほど。じゃあ、今回はじゃあもう実際にお披露目いただく感じで
はい、よろしいでしょうか、ね、ついにお披露目ということで持ってきましたので、ねね、はい、これはもう見たいよ、ドキドキっす、ドキドキっす、見たいよ、初めてやるんで、早く早く早く、じゃあちょっと準備していただいて、はいはい、準備していただいて、どうですかタケピ、今動画見ましたけれども、いやね、感想はもうすごいよね、なんかもう開発の途中とかね、その企画の時とかにもね、僕はお話は聞いてたんですけども、うん、いやこれはいいわと、うん、やっぱりね、まあ、これからいっぱい見せてもらうと思うんですけども、デジタルならではの楽しみ方っていうのがやっぱりすごいなと思うので、うんうん、ちょっとぜひですね、今日のスズピーからの実際のプレイを見てもらって、うん、期待をしていただければなと思います。はい、はい、準備できましたか。はい、準備できました。はい、じゃあそれではゲーム画面、はい、じゃあゲーム画面映してもらってよろしいですか。はい、はい、こちらが、はい、ゲーム画面になります。うんうんうん、今すごい、はい、オープニング画面になるんですけど、先ほどの PV と、うん、まあ、こちらのオープニング画面ですね、鉄道系 YouTube で多くのサウンドを提供してくださっているタック様というサウンドクリエイターの方がいるんですけど、うん、まあ、そちらの方にオリジナルで作っていただいた、うん、はい、サウンドとなります。あ、超いいですね、この音楽。めちゃくちゃ、はい、うん、疾走感のあるタケピーもお気に入りと伺ってますので、うんうん、この、ね、音楽すっごくいいですよね。 あとこれが多分スタート画面だと思うんですけど、これ下の方に許諾済みっていっぱい書いてありますけど、これは、うん、はい、ずっと今までね、公表してたところだと申請中っていうところも多かったのですが、ちゃんと許諾済みという形で全部正式ライセンスを獲得できて、はい、車両を提供できる状態になってます。あ、じゃあもう公式 その鉄道会社さんがいいよって言ってくれたものですね。そうですね、はい、あ、これは楽しみです。じゃあ早速始めていきましょうか。はい、ではまずタップスタートをします。はい、わー楽しみ。はい、こちらがホーム画面になります。わー、結構まあ開発ももうリリース間近ってところで、ガチャバナーとかもちゃんと映っちゃってるんで、お、実はまあ今まで公開してなかった車両もちょっと見えてるというような状態に。あ、ガチャ、ガチャ、これ見れるんですか、はい、今日は。え、これ見れない、ガチャはあえて見えないやつ。なんでまあちょっとここで、あ、これも出るんだ、これも出るんだっていうのは今日ちょっと楽しみになって、なるほど、まあ、全部はちょっと公開しないでおこうかなと、はい、ちょっとずつですね、ちょっとずつですね、はい、はい、でまあ、これがホーム画面になりまして、下にまあプラモ、レイアウト、図鑑というまあ3大要素が入ってます、うんうん、でまずじゃあプラモの方から説明させていただきます。はい、プラモ、プラモ、はい、こちらが、ノーマルプラモという形になりまして、まあ、皆さんが遊んでいただけるところとなります。で、このような形で車両と、まあ、車両が通る有名な風景みたいな形で、うん、はい、プラモ、ジオラマを作るようなステージってなってます。もうこのジオラマはね、本当に実際に存在するところがこうモデルになってるってやつなんですね。そうですね、ほぼほぼ成功に作っているんですが、まあ、一部ちょっとセキュリティの関係上ちょっとここは変えてほしいみたいなのもありますので、うんうんうん、そこだけはちょっとちょっとずらしてたりとかそういうのもありますね。すごいすごい、はい、知ってるところあるかな、ちょっとあんま見せすぎちゃうと、ね、あ、そうか、はいでまあ、じゃあプラモモードの遊び方というところで、まず今日は鹿児島本線の春田天拝山間というところをちょっと遊んでみようと思ってます。鹿児島本線だ、はい、ではこちらのまず鹿児島本線の下部っていうのがステージ1みたいなイメージなんですけど、うんうんうん、そちらを、はい、タップさせてもらうとこのような形で、なんだこれは、はい、まあ、上がプラモを作るベースモード、うんうん、で下がプラモのパーツみたいなイメージだと思っておいてください、うんうんうん、でこのベースをフリックすることによって、まあ、90度ずつ回転させて、うんうん、でこの下のパーツがどの角度だったらはまるんだろうっていうのを考えながらお客さんは遊ぶみたいなイメージです。でこのパーツを持つとですね、上にこの連結機とか出てくると思うんですけど、うん、上の方に、はい、これだとほら、あ、名前が全部車輪とか、あ、これが一つのヒントになってまして、うんうん、あ、全部ってことはこっちにつくんだよねとか、うんうんうん、なんかそういうのをなんか想像しながら、うん、なんで鉄道に詳しい人がよりなんか考えながら、あ、こうやればこうね、こうやればこうねみたいな風に作れるようになってるというようなイメージです、あ、ちなみに私鉄道は結構初心者側の人間なんですけども、今さすがに今ヒントを見たらできそうな気がしてきましたけども、なんか、はい、結構これ難しかったり、難易度は結構高いんですか。難易度はそうですね、難易度も全然最初からありまして、うん、ここは結構簡単なステージなイメージです。パーツも結構大きいの で、うんうん、でまずじゃあくっつけていきます。で、まあ、光った、前側なんでここだろうなって持っていくとこうやって光って、うん、離すとパチッとパーツがはまると、プラモデルのパチッですね、うんうんうん、これはで、はい、あ、こっちが全面ってことは、まあ、ここ全部だからこっちかなって思うとここにはまると、はい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 、で、はい、まあ、じゃあ後部回転させてこっち側かなとか思いながら、まあ、いろいろこうやって考えながら、カチッって気持ちいいですね、カチッってハマる気持ちいいですね、うんうんうん、で、まあ、ここは、はい、こうなるんだろうみたいな感じで
作るとこんな形でできた。鉄管ゲット。でもこれ車両の床って出てましたけど床までなんですね。ここはここはあの下部なんで床までを作るステージというような意味です。じゃあこの後上作っていく感じなんですか。先に言っちゃう。あ、ごめんなさい。ちょっと先に言うみたいな。ちょっともう見たくて見たくてごめんなさいごめんなさい。見たくて見たくて。一応この評価の説明もしたいんですけど、どうぞどうぞ。このような形であのステージごとにあの評価いろいろ決められてますので、1回でクリアできなくてもまあ何回でも遊べるとか、そういうような形でまあいっぱい遊んでほしいなみたいなイメージです。わあ、これは楽しい。はい。じゃあちょっと次のステージという意味でこの全部。全面ですね、全面を作ってみましょう。そうするとまあ今回もまあ簡単なステージなんでパーツ3つぐらいしかないんですけど、これをまあはめていくと外装に。であのまあ詳しい人しかできないアプリじゃないんで、あの分かんなかったらこの、あの右側にあのなんか電球マークみたいなのがあるじゃないですか。電球マーク、はい、そちらを押してもらうとヒントアイテムを使ってヒントをもらえるっていうところで、これは助かる。デジタルのりしろって言ってもちょっと今見えづらいですかね。ちょっと黒いところに青いのが出てるんですけど、出てますね。であのこっち側にもこの青いアイコンが出てまして、ちょっと見えづらい色出ちゃった、うん、ここは合わせればあの分からない人でもここにはめれるのねみたいな感じで分かると。はい。であのこの別に先にこっち入れなきゃいけないっていうのもないんで、おすごい。あ、これもデジタルならではですね。これは、ね、気持ちいい。はい、外したりもできるんですけど、パチッと気持ちいい。パチッと2回目。楽しい。はい。まあ、そんな感じでですね、あの一つずつ作って、一つずつというか V ずつ作ってってもらって、最後このような形で全体というのがあの作ったパーツがそれぞれあの作ったパズルがそれぞれパーツになってるみたいな感じですかね。こんな感じであのあこれすれば一面で作ったやつじゃんみたいな。これ二面のやつじゃんみたいな。さっきの床と全面と。はい。でヒント使ってみようかしら。ヒント見せてください。あ、ヒント出てきた。あ、緑だ。緑、はい、分かりやすい。はい。でもこんな形ではめ、いよ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 、あ、完成。やったー。できた。はい。でこのあの車両が全部できたところで、この車両があのユーザーの手元に届くっていう仕様になってるんですね。あ、なるほど。でですね、であのパズルはちょっともう一つぐらいなんですけど、例えばその先ほど言ったあのなんですかね、パズルのその難易度の話とかで、ちょっと例えば山手線の全面、これあの先ほどのように難しいステージなんですけど、そうすると結構ここから作り出すとか、これもしかして運転席ですか。細かい。で下がほらタブ分けされてて、なんかここもこうやってこんな感じであの難易度ごとにどん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 細かくなっていきますね。わーわー、すごいすごいすごい。それを楽しんでいただきながら、まあチク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 作ってもらう、そういうような楽しみ方がまあパズルモードのメインとなります。これね、一個一個作ったやつをその最後にガシャッとはめる時のあの気持ちよさがこれまた格別そうですよね。そうですね。これ細かいのをね、はい、作っていけばいくほど、すごい、成功ですね。すごい。何これ、すごい。ここかなとか、あ、ああ椅子こんな形なんですね、山手線の椅子。はい、まあ、こんな感じです。パズルモードは、あ、もうやめちゃうんですか。一回ここは、はい、途中でやめちゃう、はいはい、なんか答えが分かっちゃうとつまんないかな。確かに確かに、はい。一回ちょっと飛ばしましたけど、この最後の際は春田天杯山間っていうのがあるんですけど、ここはあのそもそもそのステージ自体がこんな感じでジオラマみたいな感じで、すごい、パズルになってるみたいな感じですので、最後はまあこうやってあの自分が作った車両と、まあ、ちょっと大雑把なんですけど最後そうはなくて、あの、まあ、こういうような形でこれもまあパズル感覚で最後はめていただいて、このステージが終わりました。おお、あ、じゃあ電車だけじゃなくてそれを走らせるジオラマも、はい、パズルで作るんですか。というのがプラモモードです。超楽しい。すごいですねこれね。ここまで作り込まれてすごいですねこれ。なかなかないな。なかなか、はい、頑張って作りました。で続いてもう一つがレイアウトモード、これがですね、あのこのような形で、あのレイアウトベースって言われている地形と線路だけもすでに配置されている、あの土台をあのユーザーは手に入れていることができるので、そこに、はい、あの配置していくというようなモードです。で今この編集という右下のボタンを押すとですね、あの先ほどあのパズルで車両が手に入りますと言ったと思うんですけど、その車両をここに走らせることができます。実際にここに走ってくれるんですか。はい、なんですね、はい、ちょっとここの、右下の電車のマークみたいなのもそうですね、ここでまた、あ、こんな車両出るんだってちょっと分かっちゃうかもしれないですけど、見せてくださいよ。まあ、こんな感じでまあ今全部手に入っているっていう手になってるんで、ちょっとあんまこれこっちに行っちゃうとちょっといろいろ分かっちゃうんで、見せて見せて、見たい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 、
もう一声、もう一声。いいんじゃないの。これはこれとセンターね。これで山手線だからもう知ってました。あ、これもうさっき出てたやつですね。大丈夫です。で、まあここで、まあ、例えば東京メトロさんとか配置させてもらうと、これをまあ取得してたらここに食べに出てくるんですけど、まあこんな感じで今先頭車両と候補車両が出てきました。で、中間車両はまたあの別の方法で手に入る方法があるんですけど、そちらはあのゲーム中で楽しんでいただければと思っています。楽しみですね。で、ここで配置するとこのような形でふわーっと走り出します。走り出した、走ります。ちなみにあの一応あの速度とかもちゃんとあの設定してるんで、例えば新幹線走らせると、めっちゃ速いです。あ、速い速い、ね、こんな感じめっちゃ速い速い、はい、ほんとだ。ちょっと早すぎるんで一回やめます、ね、じゃあちょっとこの、電車によって速度変わるんですね。そうですね、ちょっと貨物走らせてみましょう。桃太郎、なんか全部走らせたくなっちゃいますね。そうですね。あ、ちょっとなんかのんびりしてる、はい、さっきと比べると。でですね、ここにあのストラクチャーというものが配置できますので、ストラクチャー、はい、はい、あのこれ例えばですけど、何がいい、分かりやすいかな、なんだろう、どれ、なんかいっぱいありますね、建物とか、建物、ちょっと、まあ、すいません、こんな田園風景になんかドカッと置いちゃって申し訳ないですけど、置けるんだ、置けちゃいます。まあ要はあのこれってあの自分でプラモ作れば結局何でも置けちゃうじゃないですか、ただ置かないと思うんですけど、ただまあ置けれるようにはなってるよと、ただその置くも置かないもあなたの好みですみたいな話なんで、ここはあの自由に置けるようにしたかったなっていうのがあります。はい、こちらで、まあ景観めちゃくちゃバラバラですけど、例えばコンビニがあります、でも一瞬そこには置けません、さすがに線路の上には置けないように、はい、さすがに置けませんので、それはダメだろうって話ですね。それはダメですよ、当然ですよ、何言ってんですか。はい、まあ、このような形でストラクチャーはあの手に入りますので、でっかい建物だ、あ、すごい、団地系のね、なんかちょっとあのいいですね、生活感とか想像力をかきたてられますね。いいね、いいね、すごいすごい、ね、電車が見れるんですよ、この家から。で、そのストラクチャーの中にあのカメラマンっていうのもいますんで、このカメラマン、人だ、はい、今4人、男性2人、女性2人がいるんですけど、まあ、実はカメラマンも配置できますよと、あのこれあのムービーにもありましたけど、あ、実際にその中にそこに立ってる人のってことなんですね。そうですね、例えばカメラマン、私はこちょっと田んぼ入らないみたいな、何人も置けるんだ、1人じゃなくて、はい、まあ、所持数はあるんですけど、まあ、こんな感じで置けると。え、あのちょっとコンビニ窓もなかなか、なんかポスター貼っちゃって、これまた、細かいですね、細かいですね。そうですね、はい、こだわらせていただいて、すごい、いや、見たいな、ちょっと近づいて見てみたいですね、何が書かれてるのかとかね、やばい、じゃあ実際に配信されたら、そうですね、自分で近づいて、みんな見てください、皆さんの目で確かめてくださいですね。はい、まあ、このような形で、まあ、あの持ってるストラクチャーを配置できるようなモードですので、まあ、自分の好みに合わせて作っていただければなと思ってます。あかん、あれ、はい、でですね、このカメラマンとかも含めて、あのいろんなモードでこの自分の作った景色を眺めれるっていうのがありますので、例えば先ほど言ったカメラマンっていうボタンを押すとですね、このような形でカメラマンの視点から、お、まさにここに立っている、すごい、来ないかな。あ、そうか、電車走ってるから。はい、まあ、こんな形で見えたり。来た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 。で、さっきのカメラマンは逆向いてますんで、今度こっちのカメラマンに切り替えると、あ、切り替えるんだ。おお。はい。あとはまあ、例えばこの運転手視点とか。あ、はい、いいねこれね。これいいですね。これはいいわこれやっぱり。あとまあオートとかやると、まあ結構なんだろうが。車両追ってくれたりとか、もうちょっとこんな感じでちょっと、あ、これ、おお、すごいすごいすごい、まあすごい見栄えのするような車両も撮れると、ずっと見てられますね。で、今カメラマンに変えましたけど、例えばそうですね、カメラマン視点にした上で、あの、これ新幹線撮るのめっちゃむずいですよ。早いから早いからね、一瞬でね、撮影ができるんで、こうやって撮影する、撮影した、はい、こんな感じで、でこれは、ね、シェアとかでね、本当だ、シェアとかやると、まあ、SNS が選べて、はい、なるほど、シェアできますよみたいな感じの遊び方です。あ、じゃあもうこれは写真を撮ったらもうツイートしていいよっていう、そうです、ね、はい、これはどんどんツイートして拡散してくださいというようなイメージですね。あ、じゃあもしかして、はい、の動画の実況なんかも、あ、動画の実況もあのガイドラインがあるんですけど、それさえあの乗っ取っていただければ、ガンガンやってもらって結構ですので、よろしくお願いします。あ、なるほど、じゃあガイドラインは近日
発表させていただいて、うん そ, ね、それを見ていただいた上で実況していただくのは大歓迎ということで、ものすごい面倒くさいガイドラインではないので本当気軽なガイドラインですのでぜひぜひ、はい、これね、これパーッとこう通り過ぎていく電車のこれ眺めてるのすごいなんか楽しいですね。いいです。あ、何今の、あ、今のもいいね、今のもいいですね、うんうん、あ、これカメラマンの手かな、うん、そうですねで、まさにこのワープトンネルって言ってるんですけど、これもデジタルならではの、はい、楽しみ方かなと、うんうんうん、この直線でもワープしてどん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 回ってるようにも見えますし、もちろんずっと輪になってつながってるようなレイアウトもあるんで、うんうんうん、はい、楽しんでもらえればいいかな。すごい。あ、貨物が走っていく、あの、もう一回あの運転手目線とか見てもいいですか。運転手、はい、ちょっと変な方がいいかな、ちょっと変。運転席見回せるんですか。運転席見回せます。あ、すごい。え、じゃあ、あの、私なんかそんな運転の師匠のライセンス持ってませんけれども、あの、そんな気分で楽しめちゃうわけですね。運転席こうなってるんだっていつも後ろから見るだけだったんで、うんうん、まさかそこに自分が立てるとは、はい、ただここもここに注意運があるんですけど、あ、出ない、あ、出ない、なんでもないです。なんかいいですね、トンネル抜ける感じも、はい、あ、すみません、なんかもうただただずっと見てられちゃいますね、これ、ね、でですね、下にあるように、まあ、フレンドとかおすすめクリエイターとか友達のレイアウト見に行けたりとか、うん、で、あのいいねのハートを押せたりとか、うんうん、あとおすすめクリエイターって言って、あの、まあ、このアプリ側で提供するこの人おすすめですみたいなのも見に行けたりしますので、うんうん、そこも楽しんでいただければなと、すごいいうような感じです。素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、はい、で、今は表示されましたこの鉄道の車両ですとか、はい、あと それこそ鉄道会社さんこれからも増える予定はあるんですか。はい、もちろんですね、あのリリース後もどんどん鉄道会社さんと交渉を重ねて、うんうんうん、はい、増やしていきたいと思っているところですね、うんうんうん、あ、じゃあなんか私はこの電車作りたいんだよなとか、あの、そういう要望とかは、あ、もうぜひぜひ、あの、 SNS とか、うんうん、ツイッターとかいただけると、うんうんうん、あの、ぜひって感じですね。あ、はい、嬉しいですね。じゃあちょっとたき火我々もリクエスト出してみましょうか、うんうんうん、ねだから自分もやっぱり自分の地元のやつとかね、うんうんうん、それとかね、あの昔のやつとかね、あ、いいですね。自分がやっぱり一番そ、まあ、電車じゃなくその時代は、まあ、汽車汽車なんだけど、やっぱ思い出深い車両とかやっぱあるもんね。そうですよね。で、今はもうそれ普通に走ってないからさ、うんうんうん、そういうのがね、どうこのデジタルならではでね、うん、あの、またその作ってこうやって走ってるのを見れてるとかっていうのがなんかめっちゃワクワクしますよね、うんうん、いいですね。はい、今回のご紹介はプラモモードとレイアウトモードということでよろしいですか。はい、はい、まだ時間があるんだったら、うん、もうちょっとあります。図鑑とかもちょっとだけ、はい、うん、あ、いいですか。じゃあ図鑑ちょっと見たいなと、はい、はい、図鑑ぜひぜひ。こちら、まあ、車両と、あと先ほど言ったストラクチャーっていうのも図鑑で見れるようになってますね、うん、まあ、このような形でいろいろ並んでるんですけど、うんうん、お、すごいな、いっぱいありますね、はい、車両は、はい、このような形で、かっこいい。で、あの、それぞれ押してもらえると、うん、このような形 で、すごい情報が、はい、載ってる。で、こちらの情報とかも、あの、版元様の、うん、はい、承認を得てる情報ですので、あ、この辺で、じゃあ公式お墨付きの内容なんですね、はい、わー、すごいすごいすごい。あとはこのね、右上のボタンとか押すと内装とかも、あの、あ、いやー、すごい感動する、これは。え、なんかちょっと鉄道好きになっちゃいそうです、私ハマりそうです。これね、中までここまでで作り込むとね、思ってなかったからね、これすごいよね。え、これ運転席ですか。そうです。え、新幹線の運転席、え、そうです。ただ、あの、すいません、こっち動くから、ほら、あの、ちょっとこれは入れとけって言われて、あ、なるほど、ね、なるほど、あえて精密に再現してない箇所がございます、すいません。逆にリアルですね。はぁ、あ、素晴らしい。これはぜひリリースされたら自分で組んで図鑑も埋めたいですね。で、しかも増えていくわけですから ね、これそうです。わぁ、超楽しみです。あの、まあ、ただ、あの、こちらですね、でもお高いんですよね、こちらのアプリ。いや、基本無料で遊べる。いや、台本じゃないですよ、これ。この絵の言い方は完全になんか怪しかったです。すいません、すいません、本当に。なんかちょっとさっきの空気読みの流れをちょっと引きずってる感じでもね、あの、あえて読んでみたり読まなかったりっていうかね。難しいな、生放送って、はい、うん。そうなんですね。じゃあこちら気軽にダウンロードして遊んでいただけるタイプのアプリになるわけですね。そうですね、はい、うん、で、しかもあれです、今の事前登録とかね、もやってますしね、はい、はい、あ、ということで、まあ、タケピーも大変感動した、はい、デジプラコレクション丸ごと鉄道ですけど、うんうんうん、どうですか今の。いや、もうね、はい、もう、まあ、楽しみでもあるし、あともう可能性しか感じないですよね。あの、よく安ジピーになってるんですけど、このデジタルならではできることっていうところで、やっぱり可能性がすごくあると思ってます、うん、もう
いろいろそのプラモを作ってるのもそうですけども、やっぱりさっきみたいにいろんな視点のカメラがあったりとか、あとなんだろう、場所も取らないし、その物理的じゃないってことで、まあ時間も空間も飛び越えられるじゃないですか。僕的にはやっぱりですね、さっきお話したみたいな、なんか昔のね歴史ものとか、なんかそういうものとかもすごく楽しみだなと思ってます、個人的に。ああいいですね。期待してます。わあ楽しみです。もう本当配信が待ち遠しいんですけども、最後の調整中ということでさっきおっしゃってましたけど、はい、配信日といいますか、配信のタイミングなどお知らせできる情報はありますでしょうか。そうですね、今回も一部ストアではもう配信日が設定されてるんですけど、今そこを目指して頑張ってます、はい、そこなんだ、そこなんだ、そこを目指せるように最後の最後追い込みかけてますね、はい、ありがとうございます。もう行っていただけて、もうこの出演が終わったらすぐ戻ってまた仕事やる。もう本当社内のですね連絡では本当にもう毎日毎日本当休み中にも連絡飛び交って、本当に頑張ってる姿を私は拝見しておりますので、ぜひこちらたくさんの人に遊んでほしいと思っています。はい、で現在その事前登録受付中なんですけれども、今の大変キャンペーンも好評でして、公式ツイッターデジプラコレクションまるごと鉄道公式ツイッターをフォローして、いいねやリツイートですとか、あとリプライを送ることでキャンペーンポイントがたまって、サイト上 のイラストの新幹線が新大阪を目指すっていうキャンペーンやってるんですけども、すでにもう1回新大阪到着してまして、今2本目がまた新大阪を目指して走ってる最中ですね。そうです、もう次の便です、はい。で、すでに皆様のご協力のおかげでですね、目標のまず10万ポイント到達してて、でその次のゴールですね、ストレッチゴールという15万ポイントを目指して走行中というところの情報をキャッチしておりまして、でキャンペーンで手に入るゲーム内報酬アイテムも、あとは15万ポイントを目指すのみなんですよね。そうなんですね、先ほど公式ツイッターでも15万ポイント の、はい、何もらえるかっていうのをここで発表しますって言ったんですけど、実は15万ポイントもうクリアしました。え、はい、ったもうクリアしました。すごいスピードで自分はびっくりしましたけど、あれ今までの進みよりだいぶ早いんで、はい、ありがとうございます。一気にです。この間10万達成したばっかですよね。そうなんですよ。で、急遽20万ポイントの得点も作ることにしましたので、はい、それも本日発表できればなと思ってます。あ、はい、じゃあスライド 見ちゃいましょうか。じゃあ、はい、お、いよいよ。なんだろうなんだろう、わすごいすごい、はい、今までストラクチャーセットの A、B ということで配ってたんですけど、15万ポイント、20万ポイントも CD というところで、右側のやつと下のやつになりますね。かわいい、かわいいの言います。この柴犬、キバリーヌって呼んで大丈夫ですかね。いや、もう決まります、決まってますね。キバリーヌがもうもらえることが決まった。何かを出すために決まってる。何が出るんだ、なんだろうね、何が出るんだ、犬から。今まで鉄道系のストラクチャーが多かったんですけど、今回はちょっとにぎやかし系の一つと、あと最後の D ということで、先ほど見せたカメラマン、こちらの結構レアリティの高いストラクチャーとなりますので、そちらを、はい、配らせていただこうかなと。女性カメラマン A、はい、A すごい、いろんなものがもう最初遊ぶだけで手に入って、レイアウトポチポチポチっていっぱい作れちゃうわけですね。はい、ストラクチャーはこれ以外にも初期からいくつか配布するっていうのもありますので、それプラスこれで、最初が意外と賑やかに作れるんじゃないかなという気がしてますけど、すごいですね。まずバスも出てきちゃうんですね、すごいですね、はい、はい。ということで、じゃあ今もう15万ポイント達成してしまったということで、じゃあもう次のゴールは20万。そうですね、はい、配信日の目標に向けて20万、皆さんに引き続き応援を。さっき配信日ちょっと言っちゃったんで、そこまでなんとか20万ポイント集めたいので、皆さんご協力ぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、スズピーありがとうございました。はい、はい、ということで、もう以上でですね、こちらのデジプラコレクションまるごと鉄道の、お知らせコーナーは終了となるんですが、じゃあ最後ご覧になっている皆さんにスズピー一言お願いします。そうですね、先ほどの空気読みでもありましたけど、こちらもユーザーのお客様と一緒に作っていきたいという気持ちがすごい強いんです。強いので、多分ここ間違ってるじゃんとか、ここおかしいよっていう意見はいっぱいあると思うんですけど、そういうのも含めてどんどん意見いただいて、我々の方で意見いただいて意見を直していくみたいなこともやっていきたいと思いますので、皆さんそういう形でご協力よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、以上でデジプラコレクションまるごと鉄道のコーナーは終了となります。この後また、先ほどご覧いただきました動画をもう一度皆さんご覧いただきながら次のコーナーの準備をしたいと思います。スズピありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、では動画の方行かせていただきます。